ダーミステリーに、星3。マーダーミステリーで一躍有名人となった警察と美容師の夫婦だが、米花町の死神と呼ばれる神道のように人の死を引き寄せる殺人ホイホイの才能を持っていないために仕事は来ない。そんな夫婦に一で助けたインド人の金持ちが結婚パーリーするから島においでよと呼ばれてパーリーに出席したら、その金持ちが誘拐されて殺人事件が起こるシナリオ。ここからがこの映画のディモールとベネな部分であり、島を使った密室殺人が起こるのかなと思ったら、あっさりパリに舞台を移したり、探偵役のこの夫婦が一切探偵をせずにずっとコメディをするなど、この映画はサスペンス映画ではない部分が非常にお上手。ミステリー、サスペンス、ホラーなどの映画はそのジャンルが好きな人族しか見ないから大きく売り上げを伸ばせないので、映画業界で最強のジャンルはファミリーデートムービーなので、この映画はサスペンス風のファミリーデートムービーに仕上げた書がディモールとベネなので、この夫婦が関わると、とにかく登場人物がバンバン死ぬという特徴があり、容疑者がバンバンコメディタッチで死ぬ部分がベネ。新たに登場した探偵役が身代金を回収した後にこんなにタイミングよく現れるなんて、もしかして彼が犯人なんじゃないのと、サスペンス好きが言いたいことを言わせた後に爆発資産させるなど、サスペンスのお約束をバンバンぶっ壊す感じもベネ。とてもハイテンションな映画なのでおすすめ。